金の木さんとの初めての夜です。金の木さん、おやすみなさい。何その寝方。じゃあ俺学校だから。学校までついてきちゃった。あ、入らないの？じゃあ外で待っててね。おい、なんだこいつ、ここ3階だぞ。困ったな。しょうがねえだろ。いくらかは、あいつらまだ嫁の顔見ていたい時期だからさ。そうなのか、詳しいな。当然だろ、嫁仲間だからな。嫁仲間で、その人が結婚相手の？ああ、そう、金の木さん。ちょっと待て、嫁仲間ってお前結婚してたの？まあ気がつかなくても仕方ないな、うちの夫はあれだし。あれが何なのか全然わからん。回収してくるな。これが俺の夫、クワイでーす。お前またちょっと毛が抜けてるじゃん。ストレスだな。この傘が苦しいんじゃ。ああ、よせ、めちゃくちゃ呪われるぞ。なんで？ハゲを見られることを一番憎んでるんだ。呪われるとどうなるんだ？決まってるだろ、毛が抜けるんだよ。毛が？あれ、どこも抜けてないよな。マジか。呪いを代わりに受け止めるなんてすごくラブラブだな。お前たちはうまくいってないのか？そうじゃないんだけどよ、一緒に歩くとはぐれるし、一緒に寝ると次の日の朝毛が抜けてるし、でも毎日一緒に風呂入るぐらいはラブラブだね。夫婦のあけすけなラブラブ具合を聞いても全くドキドキしない。お前、俺のことは呪ったりするなよ。ハゲとか絶対勘弁な。ほら、新しい増毛剤だぞ、欲しがってたろ。